皆さんこんにちは。こんにちは、バイオリン教室の時間がやってまいりました。東京美容医科の麻生徹です。バイオリニストの志村久一です。はい、今日はですね、ちょっと南極に挑戦しようということで、はい、パガニーニを、ましたね。パガニーニって言うとあれですよね、パチパチ弾くとか超絶技巧とか、そんなのできません。そう、パガニーニもね、いろんな曲、いろんな曲書いてるんですね。ありますから、だからこのでもエロい曲、パガニーニってね、すごいあれだったんですよね。音楽家しだったんですよね。そうですね。そういう、うん、なんかそういう噂を聞いてて、はい、すごいバイオリンの腕でいろんなこう女性を取り込んでたっていう。いわゆるもうロックスターみたいなんですね、今の時代でいうね。なんかそんな映画もあったりとかして、でその中でカンタービレ、はい、どういう意味ですか、カンタービレ。カンタービレ、まあ歌ですよね、うん、イタリアの歌ということですか。歌うように弾かなきゃいけないっていう、はい、ちょっとワンポイントレッスンをしてもらおうと思います。はい、最初からちょっと弾いてみました。これ 4分の4拍子 で、うん、でいつも言うようにまずリズムをフィギュアアウトしましょうっていうことで、自分でこう叩きながらリズムを、 今は音程の通り歌ってくださったけど、うん、最初音程難しかったら、タタ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 、今これやったような分割って言ったら覚えてると思いますけど、前回やりましたね。やりましたよね。8分音符で分割する、電子分音符を3つに分ける、うん、タタタで次は普天8分音符と16分音符、ラタタタララ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 ラ、まあこれ叩かなくてもいいけどねこれは装飾音符がありますね。タタ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 タ、最後3連符タタタ、そう、タタ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 タ、そう、タタタタタタだけ覚えておく。タタタタタタ、そうです、そうです。1,2,3,4 小節目がちょっと難しい。タタ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 タっていうのを口でまず言えるようにするということですね。ここ難しい。タタ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 タ、なかなか耳こびで難しいですね。難しいですね。でもそれが分かっちゃうと、トゥ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 、そうです。で、装飾音符っていうのは四分音符があって、その後16分音符が4つ書いてあるんですけど、この通りに弾いたらもちろん数が余っちゃうわけなんですけど、間にこう装飾のように入れるわけですから、タ、大事なのはタ、ティータタ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 タっていうこの枠が大事で、その中にちょっと装飾音符、タラタタタティータ、そう、ここと1拍目と2拍目の間にうまくこう綺麗に入れてあげます。ここはこれ難しいですね。難しいですよ。そう、センスがちょっといりますね、うん。ちょっとそこまで弾いてみますか。そうですね。はい。じゃあ行ってみましょう。大丈夫ですか。うん。第3ポジションですね、ここ。OK、OK、うん。そこやってみましょう。そう、ずっと最初のところが簡単でしたね。3小節目まで、やっぱりさっきやった4小節目がちょっと難しい、ね。難しいですね。うん。うん、一緒にやってみましょう。やってみましょうか。はい、じゃあ私もちょっと。はい、
まあ、ここにとりあえずあるフィンガリングとボーイングでタルイズでやってみましょう、はい、第3ポジションの2から始めます。ここまでいいと思います、うん、そうそうそう、大丈夫さあこれどういうふうに練習してるか、練習の仕方っていうのをね、はい、次回やりたいと思います。はい、この動画がいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。